マンダラケ。マンダラケは、漫画専門の古書店及び、それを運営する会社、または、同社が発行していた冊子の名称。会社としての称号は株式会社マンダラケ。漫画雑誌、ガロ、成人堂で、安倍晋一、鈴木王子と、並び、ガロサンバガラスや、123トリオと称された、漫画家の一人。古川松造が、1980年、 昭和55年、古川ス造著、漫画家風う録ろによと1982年に、東京都中野区にある中野ブロードウェイに、漫画専門の古書店、漫画家を開店したのが始まりである。前身は、調布市にあった菓子本屋、後に、漫画専門古書店、ウイトリオル、ゆとり屋で、山口義則、水木しげるの元アシスタントらと創業した。 相場が確立していなかった漫画本に対し、希少価値を考慮した価格設定を行い、古書としての取引相場の基準を作った。また、マニアの間でも現存が疑われていた、足塚不二雄のウトピア最後の世界大戦を発掘し、100万円という値段、当時は手塚漫画でも高くて20万から25万円程度をつけたことで話題となった。 漫画専門店として有名になったことで、古川は後に、海運。何でも鑑定団、テレビ東京に、鑑定士として出演するようになった。しかし、菅谷光流の原稿を、石森章太郎の原稿と間違えるなど、鑑定団に関しては疑問視する声もある。1987年、昭和62年には株式会社マンだらけを設立。 会社組織として運営されるようになる。初代の社長は古川の父親で、古川は後に二代目社長となった。中野ブロードウェイうちで店舗を増やし、中野ブロードウェイを日本屈指のオタクビルへと変貌させるきっかけを作った。やがて漫画だけではなく、アニメやゲーム等に関する音楽、映像ソフトや、核おもちゃ、アニメグッズ、導入し、コスプレ衣装など、 あらゆるジャンルのマニア、オタク向け商品を扱うようになった。また、通販用に、写真目録、漫だらけ漫画目録、あとの、漫だらけ漫だらけ全部を作成、古本漫画取引相場の基準となった。1994年、平成6年には、渋谷店を開店させ、以後各地に店舗を拡大させた。各店舗には何らかのコスプレをした店員を常時、 配置させたことでも話題となった。1999年、平成11年にはアメリカ・ロサンゼルスに進出。これを皮切りに海外各地に店舗を出すまでに至ったが、その後海外店舗はすべて閉店している。海外向けにはインターネット通信販売を凍っている。1995年、平成7年には出版部を設立、漫だらけ漫画目録の発行を始めた。 その後、出版部では、古川の同人誌や通販目録を兼ねた、冊子、漫だらけ全部、漫画家の画集、復刻版コミック等を編集、発行している。2000年、平成12年7月26日、マザーズに上場、公募価格125万円に対し、93万円で売り気配、取引が成立せず権利落ちとなったが、現在では、 萌え関連銘柄として認知されている。2001年、平成13年2月1日に、ストリーミング配信の研究開発会社である、アクティビジョンと資本提携し、映像配信事業を共同展開する予定だったが、後に資本を引き上げ、自社でインターネットテレビマンドリーを開設した。2008年、平成20年4月5日、自社ビル。 マンダラケコンプレックス、新秋葉原店をオープン。2015年、平成27年2月1日、上場市場が東京証券取引所第2部に変更された。中野店を本拠地とし、政令指定都市に店舗を広げている。東北地方、北陸地方、中国地方、四国地方には店舗が存在しない。ンテージグッズの買い取り販売を行う会社の 性質上、買い取りをめぐって、トラブルとなることがたびたびある。過去には盗難にあった、宮崎春の水彩画、ラッパを吹く少年が、目録で販売されたり、アニメ制作会社から盗まれたセルガを買い取り、販売しようとしたため、元の制作会社から提訴されたこともある。また、ワンダーフェスティバルで当日判刑が許可された上で、発売されたガレージ等を現地で仕入れて、店頭で売っていることなども、 問題となった。2003年、渡辺や生いの原稿がインターネットオークションに出品されていることが発端となり、漫だらけが盗難品である渡辺や広金賢治らの原稿を売買していた事実が明るみに出る。単行本を復刻するとして、漫画家から原稿を預かっていた桜出版が2002年に、倒産、原稿を漫画家に返還せず、漫だらけに転売したとされる。 当初、マンダラケ側は、盗品であるとの確証が持てないことを理由に、漫画家の返還要求を拒否していたが、その後の訴訟で、原稿は返却された。詳しくは、漫画原稿を守る会を参照。2015年2月頃、インターネットを介して、買い取りを行った際に、古物営業法に定められた、本人確認を怠ったとして、2016年3月、警視庁は、 法人としてのマンダラケと社長の古川を書類送検し、7月25日に東京簡易裁判所が両社に罰金刑の略式命令を出したほか、東京都公安委員会も買い取りを行っていたコンプレックス店に対し9月12日から1ヶ月間の宅配買い取り業務の営業停止処分をしている。2018年5月10日、マンダラケオークションにおいて、 梶原一気と名が、安匠の作品、愛と誠のカラー原画が売買されていた事実が発覚し、騒動となる。週刊少年マガジン編集部によると、1974年頃、テレビ局やレコード会社に貸し出した際に、行方不明となったカラー原画10枚とモノクロ原画5枚の、うちの1枚とされる。当時、警察にも、紛失届が提出され、なが、安本人も、 外部へ譲渡、売却した事実はないとしている。講談社は原画を返却するよう求めたが、マンダラケ側はそのままオークションサイトで販売400万円の高値で落札された。マンダラケ側は編集部に火のある話であり、出版社がオークションで落札すべきであったと公式サイトで反論している。2014年8月4日17時頃、 中野店4階の変野において、野村遠い生の鉄人28号ナンバー3000枚歩行、二2 5万円のブリキ人形が盗まれる、万引き窃盗事件が発生。これに対し、万だらけは、自社のウェブサイトで犯人と思われる男の顔写真をモザイク入りで公開し、8月12日までに返しに来ない場合、顔写真のモザイクを外して公開するという旨の、 窃盗非品返還の呼びかけの声明を行った。こうした声明に対し弁護士などの法律関係者は、あくまで法律遵守の観点から、警察がウェブサイトで公開する場合を除き、一企業が勝手に顔写真を晒す行為は、人の名誉に対して害を加える告げをしていると言えるので、店側が脅迫罪として処罰される可能性があると指摘している。また、 警視庁も中止を要請していた。これに対して、マンダラケでは、法的リスクを承知の上で公開するとしていたが、最終的に中止を決めた。この件について、社長の古川粋蔵は、一言で言えば、商品を返してもらいたかったということだ。我慢の限度だったとしつつ、反響については、なんでこんなことをという声と、よくやったと、う声が50、50だったが、 最後は90%がよくやっただった。反響の大きさには正直驚いたと語っている。タレントの中川翔子なども画像公開を支持し犯人への怒りをあらわにしていた。同年8月19日に警視庁捜査参加が千葉市在住の50歳のアルバイトの男を窃盗容疑で逮捕した。同月7日に 中野区内の別の鉱物商に六万四千円で売却しており、そこから関与が浮上した。警察の調べに対して容疑を認めており、動機について、ショーケースのガラス戸が少し開いていたので盗んだ、売ってお金にしようと思った、マンダラケが警告を出したことについても、玩ングを売ってから知ったと語っているという。同年十月十七日に行われた初公判では、この男が以前にも、 秋葉原のンだらけの店舗でも、約200万円の太ビニール製の人形、宇宙怪人笹平を万引きしており、この時は店側と自断していたことが明らかにされた。同月31日の判決後半では、転売目的で高額な玩具を狙って万引きしており、刑事責任には相応の重さがあるとしつつも、転売先とは自断が成立し、 玩ングが、マンだらけに返還される見込みであるほか、弁償も一部済んでいるとして、刑の執行を猶予するのが相当とだとし、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。2012年11月16日元社員の女性が、未払いの残業代229万46円と、付課金219万46円の支払いを、 求める訴えを東京地裁に提起した裁判で、被告は原告に対し、223万3606円を支払え、未払い金。被告は原告に対し、210万8165円を支払え、付加金と命じた判決が出され、原告の主張が全面的に認められた。また、2012年11月16日にも、 元社員一人が万だらけを相手取り、未払い賃金140万7750円、付加金132万4959円、不法行為責任して10万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。